二人の関係をお話しください。今日はママとモモで震災の時の話をしたいと思います。ももちゃんは今6歳なので、震災の時はまだ生まれてませんでした。震災って何か分かりますか？地震。地震、地震ってどんな風になるんですか？津波が来て。津波が来てお家が壊れたりする。お町が壊れたりするんだね。ももちゃんは地震の時の写真を見たりとか、津波のテレビとか見たことありますか？ない。ないですか？見てみたいですか？はい。見てみますか？幼稚園では地震とか津波の話聞いたことありますか？ない。ないですか？たくさんの人が死んだんです。悲しいですね。でも地震の時は海の近くとか川の近くからはできるだけ離れましょうって聞いたことないですか？ある。ありますね。じゃあももちゃんも大きくなったら、地震が来た時に海とか川の近くに行ったら、なるべく高いところに急いで逃げるようにしてください。わかりました。地震の時はももちゃんのお姉ちゃんは1歳6ヶ月ぐらいでした。ももちゃんのお姉ちゃんは保育園でお昼寝をしてたんですけど、大きな地震が来たからお母さんが走って迎えに行きました。そしたらお姉ちゃんは先生の背中でお昼寝、おんぶされていました。でお昼寝からね、時に大きな地震が来たので公園に逃げようとしているとこでした。でも倒れたり建物が壊れたりしなかったので、怪我がなくて無事にお母さんとお姉ちゃん会えました。そしてどうしたっけなそうだね、保育園までは結構近かったんですけど、信号も壊れたりとかしてたので車もあんまり走ってなくて、お母さんは道路の端の壁が壊れてくるのが怖かったので、道路の真ん中を走りましたそうですね。でもあの時は建物は壊れなかったけど、いっぱいちっちゃい地震がいっぱいあって、いつもゆら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 してて、何日もちょっと気持ち悪かったです。で、ももちゃんの大好きなお菓子とかご飯とかもちょっと買えなくなって困りました。電気もガスも止まっちゃいました。お水は止まらなかった、お母さんたちのお家は止まらなかったんだけど、止まったところもありました。あの時はお母さんたちは割となんだかな、お水が止まらなかったからそれほど困らなかったけど、お水が止まったところはとても大変でした。でも電気は結構早くに戻って、次の日ぐらいには使えたので大丈夫でした。でも食べ物とかがちょっと買えなくなってきたので、お母さんとお姉ちゃんはお母さんのおじいちゃんとおばあちゃんのお家にしばらく帰りました。どっちの方の？お母さんの、そう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 。そして福島の原子力発電所が津波で壊れちゃって爆発しました。なので仙台にいてもちょっと危ないので、しばらく危なくなるまでお母さんの
おじいちゃんとおばあちゃんのお家で避難してました。でしばらくしてから1ヶ月ぐらいしてから仙台に戻りました。仙台の街の中は割と建物とか壊れなかったので1ヶ月ぐらいしたらもうだいぶ物も買えるようにはなってたんだけれど、津波がひどかったところとか原子力発電所のあるところの近くの人はとっても大変な生活をしていて、今でも戻れないでいる人がいっぱいいます。だからまだ震災の時は仙台にいたけど、まだお母さんたちはいい方だったのかなって思ってます。明日が3月11日の地震のあった日です。だから3月11日になるとお母さんはやっぱり毎年思い出します。ももちゃんは生まれてなかったんですけど、そういういろんな話を聞いてたくさんの人が亡くなっちゃったんだなっていうのをどこかで覚えててください。地震の時はどうしますか？テーブルの下に隠れる。外にいる時は？安全な場所に、ね、海とか川の近くから逃げるのね。じゃあお願いしますね。じゃあ終わりでいいですか？はい、じゃあ終わりをしてください。